イスラム帝国はイスラム教の教えに従って生まれたイスラム共同体の主流派政権が形成した帝国のこと。この用語はイスラム帝国と呼ばれる政権自身の用いた呼び名に基づいたものではなく現代の歴史序述の上で便宜的に用いているものである。現代日本の要例ではおおよそ二つの使い方がある。イスラム国家の帝国的な支配体制のうち アッパース長において実現されたムスリムであれば平等に支配される国家体制のこと。政党カリフ時代からウマイヤ朝の時代においてムスリムであっても軍人として報級を受け人道税を免除されるのはアラブ人のみというようにアラブが支配階級として君臨していた体制を指してアラブ帝国と呼ぶのに対比する形で用いられる。 世界の歴史学者の間ではこの理解が一般的である。イスラム世界の中心的な王朝を漠然とイスラム帝国と呼ぶもの。日本においてイスラム帝国という用語は一般的にこのように理解されていることが多いようである。退職はペルシャ語の,の中国語翻訳である。元来はアラブ人のことであるが拡大してイスラム教徒全体や その国家を表すようになった。は、アラブの有力部族だった大遺族の中から来ている。タジク人と同語源という説もある。イスラム世界の領土拡大、ムハンマド下における領土拡大、622-632、政党カリフ時代における領土拡大、632年661年、ウマイヤ朝時代における領土拡大、 661年750年予言者、ムハンマドの時代はアラビア半島のみがイスラーム勢力の範囲内であったが、政党カリフ時代にはシリアエジプトペルシャがウマヤ朝時代には東はトランスオクシアナ、西はモロッコイベリア半島が勢力下に入った。イスラム教の階祖、ムハンマドの死後、ムハンマドの代理人として、 イスラム共同体の後継指導者となった4人のカリフたちが構築した国家。首都はムハンマド以来のイスラム共同体の所在地であるマディーナがそのまま使われた。初代カリフのアブーバクルの時、アラビア半島のアラブ人を統一、第二代カリフのウマルイブンハッターブの時には、シリア地方、エジプト、イラク、イランにまで兵を進めて、 アラブ人が他民族を支配する帝国を築き上げた。第四代カリフのアリー・イブン・アビー・ターリブの時、首都をイラクのクーファに移したが、同じ頃内部対立による不満が高まり、反乱が続発する。第三代カリフのウスマーン、イブン・アファーン及び第四代アリーは反対派による暗殺に倒れた。ダマスカスのウマイアドモスク、現在でも利用されているモスクとしては最も古い。 ものの一つであり、規模も最大級である。アリーの暗殺後、アリーの政敵であったシリア総督ムアーウィアが自らカリフに就任して建設した政権。就任に至る経緯、及びムアーウィアがカリフくらいの世襲化を始めたことから、これまでの4人の政党カリフに比べて合法性で劣るとみなされたが、大多数のムスリムは、ウマイヤ朝の支配を承認したので、 イスラム帝国最初の世襲王朝となった。ウマイア朝は政党カリフ時代末期の内紛を収めて安定した支配を構築すると西では北アフリカ、アンダルス、東ではコラーサーンまで勢力を広げアラブ人が移民族を支配する大世界帝国へと発展した。東西交易、農業管外の発展によってアッパース朝は繁栄し首都バグダードは当時 世界最大の都市だった。アッパース・朝では、エジプト、バビロニアの伝統文化を基礎にして、インド、アラビア、ペルシア、中華、キリシアなどの諸文明の融合がなされたことで、学問が著しい発展を遂げ、近代科学に多大な影響を与えた。8世紀半ばうまい明けよりも、ムハンマドの家系に近いアッパース家を指導者として、行われた革命によって成立した政権。 ホラサーンを王朝発祥の基盤とする、東向きの帝国で、イラクのバグダードを首都とした。アンダルスでは、ウマイヤ朝の残党が後ウマイヤ朝を建設して、アッバース朝の支配から離れたが、それを除いた帝国のほとんどを継承し、さらに、タラスカ藩の戦いで東軍を撃退すると、中央アジア、インドまで勢力を広げて、イスラム国家としては、過去最大の藩党を実現した。 王朝の初期にはアッバース革命に参加したイランのペルシア人たちが政権において官僚として活躍し、地方でもアラブ人の絶対支配体制が解消されてムスリムの原則的な平等が実現した。このため、非アラブ人はイスラムに改修することによる税制上のメリットが得られるようになり、アラブ化、イスラム化が進むことになる。また、 カリフの政治はイスラーム法に基づいて実施されるようになった。このため、特にアッバース朝こそをイスラム帝国と呼ぶこともある。しかし、9世紀に入ると地方が次第に自立し始め、早くも統一が失われていった。10世紀には、北アフリカで起こったファーティマ朝がシーア派を報じ、アッバース朝に対抗してカリフを称した。さらに、アンダルスの後ウマイヤ朝も、 ファーティマ朝との対抗上カリフを自称し、イスラム世界に3人のカリフが並存する本格的な分裂時代に入った。また、バグダードのアッパース朝中央ではマムルークがカリフに代わって実権を握り、アッパース朝の支配は弱体化した。946年にはイランのシーア派王朝ブワイフ朝がバグダードの支配権を握ってカリフ政権は境外化し、 1055年には、ブワイフ長を滅ぼしたセルジューク朝が、カリフからスルターンの称号を与えられて、世俗の支配権を譲られ、カリフは、名目的な支配者となっていった。セルジューク朝の水母後、バグダード周辺の支配力を回復しつつ、イスラム帝国の支配者カリフとして、各地のスンナ派小王朝に、名目的な創始権を認めさせていたアッパース朝が、モンゴル帝国によって、 完全に滅ぼされるのは1258年のことで、ある。以後もカリフを主張する者は現れたが、スルタンの権威づけの道具に過ぎなかった。ありがとうございます。